はい、どうもひこむです。今日はサトウキビ畑を作ろうと思います。ちょっと変わったことをしていきます。あんなとこにクモがいますね。ゾンビもいる。なんで燃えてないんだ。この辺を整地して作りたいと思います。ゾンビが気になるけどなんだあれ、なんか種類が変わった気がするんだけど、なんだこれは。水ゾンビなのか。あ、水にいるから燃えないのか。畑を作るようになるとはね。ヒカバンもやるようになったね。銅の延べ棒をゲットしました。まだ始めて数日ですけどね。せっかく水に近いんでね、ここから水を引きましょう。海水でも大丈夫なのかな。多分大丈夫。この辺から引いてみますか。おお、水が入ってきた。え、全然増えないんだが。こっちの方まで入ってこないの？で、土を置いていきます。ちょっとでも触れてればいいらしいですね。で、この辺に植えるのかな？ちょっとサトウキビ取ってきます。サトウキビは種じゃなくてもいいんだよね。大丈夫か？この辺に植えてみる。生えんのかな？で、この上にハーフブロックを置いて明かりを置くそうですね。ハーフブロック、松明の火でも育つそうです。夜も昼も育つわけですね。この辺ネットで調べないと分かんないですよね。ハーフブロックなし。板の方がそれっぽいかな。板の方がそれっぽいので板にします。畑っぽいよね。うわ、沈んでしまった。ここか。うわ難しいな。ちょっと水も見たいんでね、ちょっと水を見えるようにしています。で、育つんかな。まず一マス分ですね。こうか。お、なんで水が止まってしまったぞ。ハーフブロックなのになぜ。お、こっちも止まっちゃってる。なぜだろう。ハーフブロックなのにな。ちょっとバケツを作ります。バケツはこれから必要になることでしょう。 OK です。バケツも壊れんのかな。やだな。水、あ、こうやるのね。ここに入れてみる。どうなんだろう。ここは入ってないのかな。はは、面白い。お、増えた。どうなんだろうな、これな。これ下水来てんだろうか。ちょっとその前に寝ます。夜が近づいてます。まだ育てないですね。サトウキビをもっと持ってきたいですね。どうなんだろうな。これ育ち具合を見てみますか。閉じちゃおうかな。どうなんだろう。 OK なのかな。これ入れてみます。おお、ちょっと育つまでね、様子を見てみます。あ、あと牧場も作りたいな。夢が広がりんぐ。牧場のために整地しておきましょう。鉄のシャベル作っちゃおうかな。作っちゃおう。もったいぶっててもね、最終的に余ったりするかもしれないですからね。あの時もっと作っておけばよかったななんて思うかもしれないですね。そのうちダイヤモンド装備とかになるんですよね。まだ育たない。水止まっちゃってんのかなこれ。あ、止まっちゃってますね。これ入れたらどうなんだろうな。水通ってないのかな。うわ、トロッコも作れる。ウールです。鶏は羽です。ちょっとね、サトウキビが生えていた場所に行っています。もっとあるかもしんない。お、ありました、ありました。これそうだよね。 OK です。もっと生えてないかな。これか。およ。お、いっぱい生えてない。ウミガメだ。陸に上がってますね。産卵してんのかな。何に使うのか分かんないんで、今は殺さないでおきます。無益な殺生はしたくない。もうサトウキビ結構生えてるな。あれはサメか。襲ってきそうだな。うわぁ、もう日が暮れた。うわ、危ない。逃げる。今日は第二拠点にお泊まりだな。なんだこれなんだこれ、透けちゃってるぞ。うわぁ、結構遠く来てた。
思えば遠くへ来たもんだ。うわーやばい、なんか見たことない敵がいる。あっちか。アップ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 。おそらくあの明かりだ。クリーパーさんだ。違うか。あったあったあった。旅立ちの塔があります。あぶねー、リンゴだ。サトウキビ増えてるかな。うおー、そうそう、ここの穴探検した場所でした。あの大空間だったんですね。明るくなってます。ここにも穴ありますね。後で来たい。育ってないぞ。大丈夫か。お、今育った。なんでばらつきがあるんだ。今ね、入る瞬間を見ましたね。見ましたか。あれ、いきなり、あ、上に生やすことができるのね。どうなんだろうな。もう少し様子を見たいですな。すごいサトウキビ畑だ。植えただけですけど。まだ生えるのかわからない。生えんのかな、これ。ずっと眺めてたいな。バケツには耐久値のバーがないんで壊れないのかもしれないですね。これはいいですね。常に持っていたいアイテムかもしれない。あ、育ってる。何きっかけで育ったんだ。あ、板のあるところが育ってます。水あんのかな、下に。わからんすね。どういうこと？刈られちゃうんだが。あれ、水が止まった。やっぱ水が止まってんだ。どうして水が通らない？下の土が影響するのかな？なぜだろうな。もう一回置いてみる。そして、植えてみる。植えられない。水が来てない。なぜあの下は水が通らない？わからん。ここは植えれてるんだよな。水が浸透してないのかな。なぜだろう。ここの土が関係してんのかな。砂に変えてみました。植えられない。なぜだ？ここにも流し込むのかな。いて！昼だぞ、まだ。何なんだ？どういうことだろう。水をここに入れてみます。入ったのかな、今ので。ここ植えれた。わからん。ここは植えられず。ちょっと寝てきます。死肉はいらんよね。腹壊すんだもん。お、育ってる。ここに入れてみます。うわ、なんだなんだ。おいおいおい。なんだこれ。おいおいおい、バグってるぞ、これ。どうなってんの、これ。バグリンチョ。ワイのサトウキビが粉砕された。なんてこった。どうしたらいいんだこれ。どうしたらいいんだこれ。お、減った。減るんか。うわぁ、ワイのサトウキビどっか流されちゃったよ。取ったのかな。取ってますね、多分。どういうこと。水なくなるんだよね。うわぁ、なくなっちゃった。豚邪魔だなぁ。もう一回やってみる。ここは置けないなぁ。ここも置けない。やっぱりこの板が邪魔をしてんだ。なんでだろう。仕様変わったのかな。とりあえず板は外しておくか。なんでこっちは植えれてんだ。なぜここに植えられない。謎です。こっちの板を置いたところ植えられるんですけど、こっちは植えられないんですよね。板を置くと。何がどう違うのか。なぜだ？なぜなんだ？ここになぜ植えてんのか。もう一段深くしたらどうなんだろう。ここで置けるのかな。深くすればいいのかな、ここ。OK です。これでいいかな。おそらくこれでも蓋できるはず。ここに板がないとね、取りにくいんですよね。っていう話です。OK です。こういうとこ怖いな。浮上できなくなったらと思うと怖いね。OK です。
OK です。水入ってないですよね。なんでだろう。あ、ここは入ってる。なぜこう違いができるのか。これ壊しておきますか。ここにも板をはめます。うん、やっぱり水入ってない。なんでだろう。お、育ってる育ってる。嬉しみ、収穫の嬉しみ。そしてもう夕方です。早いな。サトウキビを抱いて寝るっていうね、サトウキビ愛に溢れてます。水の入れ方なのかな。また溢れたら怖いんだよな。水入ったかな。お、水入った。何きっかけだ。おー、入ってるね。いいね。何きっかけなんだ。またあのゾンビ来たよ。厄介だな。安心してね、畑の作業がしたいよ。おー、ダメだわ。お、できてるできてる。入ってる入ってる入ってる。うわぁ、ダメだ。水がなくなっちゃった。これでいけんのかな？いけるいける。うわ、やっぱり水なくなっちゃうなぁ。なんでだろうなぁ。もう結構生えてきましたね。ここに植えられないってことは、水はここに来てないんですね。わからん。紙を作りたい。よし、これぐらいでいいっしょ。で、地図は？あ、コンパスを作らないといけないんですよね。コンパスはどうやって作るんだっけ？まずはコンパスを作る。コンパスなんて一番最初に欲しかったものですよね。コンパスありました。お、これか。コンパスが武器のところにあるのが意味わかんないな。一個作りました。ちょっと使ってみます。どうやって見んだ？ああ、もう動いてんのか。見方がいまいちわからん。とりあえず地図作ります。初めての地図です。空っぽの地図、まっさらな地図、どっちがいいんだ。まっさらな地図を作っています。で、もう出来上がってますね。何なんだこれは。マップ1、もう一枚作ってみます。なんだこれは。同じのが2枚できたんだが、意味わからんぞ。なんで牛。実ってます実ってます、まあ、牧場を作ろう。鉄のシャベルも耐久低いな。どんどん耐久減ってく。牛はどうやって連れてくるんだろう。わからんな。とりあえず柵を作っています。木が必要です。木はここです。なんかホラー音がします。たまにするホラー音。これ3段階育つそうです。まだ2段階ですね。まずはちっちゃい農場から。どうやって連れてくるんだ？検索しないとわかんないぞ、これは。一応実ってます。ここに植えられない。なんでだろうなぁ。なんでかなぁ。かなり深いんですけどね。なんでハーフブロックを置いただけで水が止まっちゃうんだろう。植えられません。謎です。まあこれでもうサトウキビに困りそうにないですね。もうできる。ちょっと預けておきます。牧場は後だな。先にね、小麦を作っておくべきだと思いました。この辺で作るか。小麦畑も作ります。動物をおびき寄せたり、餌にできたりするそうです。やたら銅は出ます。しかし取らずには売られない。ああ、鉄のシャベルがもう壊れてしまった。この辺に作りますか。クワを作る必要もあります。初めて作ります。今まではね、こんなの必要なかった。そんな余裕はなかった。この真ん中に水を入れるらしい。おちゃん、そんでもって、耕すらしい。本当にできんのかな？うおー、ダメだよ。どうやってやんの？クワ。あ、これか。4マス範囲らしい。ここまでできるね。この辺も拡張していきましょう。1、2、3、4。
ここも土を入れていきます。やりました、畑の完成です。小麦を植えましょう。小麦の種取ってるかな、これかこれなのかわからんけど、やってみよう。やった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 った、もう物が持てない。これが小麦の種なのかな、ちょっと撒いてみます。ほい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 、おお、なくなってしまった。1、2、3、おお、3段階目ができている。落ちた、落ちるからね、板置きたいんですよね。収穫したものはここにしまっておきましょう。結構麦少なかったな、丸石ばっかり溜まります。ここに松明でも置いておきますか。おお、生えてきてる生えてきてる。いかんせん種が少ない。人参でね、動物をおびき寄せることも可能だそうです。なぜかゾンビが持ってました。お、種持ってる、いつの間にか。生やす種はね、草を刈ると取れるそうです。草を刈ってみましょう。あった、あった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 、結構あるもんすな。今のところここです。これが小麦の種ならもっとこの辺小麦生えても良さそうなんだけど、世話をしないとダメなのか。サトウキビ畑が立派になってる。もっと種を持ってきます。植えていく。種が足りない。この台は村人に使うようでした。なので村人に会った時に渡しましょう。もう夕方だ。収穫していく。寝ましょう。おお、生えた。これ本当に小麦なのかな、単なる雑草だったら嫌だな。案外種がない。まあいずれね、村を求めてね、旅に出たいっすね。迷いそうで怖いですよ。うわー、逃げられた。来い来い来い、来た来た。おー、オッケーです。スイカですな。お世話になりました。ここもいずれ行ってみたい。お、羊が入ってる。牧場に入ってきてる。今、鶏の牧場を作ろうと思ってるんですよね。矢を作るためのね、羽が欲しいんで。そんなわけで、また植えていきます。結構成長が遅いです。あともう少し。安定してサトウキビが得られるのがいいですな。日が暮れるので帰ります。鳥だ。鳥は倒していく。やばいぞ、日が暮れるぞ。我が家に帰ってまいりました。うわ、クリーパーだ、壊されちゃうよ。うわ、何やってんの、あんなところで。クリーパーを飼う気はないよ。びっくりした、あの浮いてんのエンダーマンかと思ったよ。巨大エンダーマン、私が崩した山です。そういえば行商人にもう会わなくなっちゃいましたね。なんでだろう。どっか他の地域を回っているのかな。うう、どうしたい。OK です。もう矢が強いっすからね。 OK です。待てー、こっちにもいたぞ。おーいし、もうクリーパーさんどっか行ったかな。種を植えたいんだよ。いないことを祈る。いないです。この辺の柵をね、ぶっ飛ばされたらたまんないっす。作物なかなか育たないな。よし、全部売れた。早く育て。いつ収穫できるんだ。これも収穫できんの。まだだよ。サトウキビを見習ってほしい。ちょっと目を離した隙に出来上がりますからね。アイテムを処分するにはどうするんだ。お、なってる。これはまだか。どの段階で収穫できるんだ。これは何だ。これは何なんだ。お、暗いぞ。寝る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 。OK です。ほんと最初寝るの分かんなかったよな、しばらく待つっていうのが。これはもう実ったのか。まだ待つのか。なかなか3段階目に行かないな。鶏を飼育するにしてはでかいかな。ゲートを作りたい。これっすね。 OK です。
お、馬が入ってる。馬もあり。馬を手なずけたいっすな。これ実ったのかな？ちょっとやってみます。取りますよ。いや、種が増えただけだ。小麦じゃないの？これもしかして。もうちょっと待つのかな？ただの雑草？お、馬消えてる。やっぱ消えちゃうんだ。何かをしないといけないらしい。そんなわけで最終的にこんな形になりました。水なんですけど、バケツで水を注いだ場所が源流になるみたいです。そしてその源流の場所にサトウキビが入るみたいです。なもんで全部にね、こうバケツで水を入れればいい感じです。このバケツがね、かなり魔法のバケツですね。一箇所だけずっと湧き続けるんですよ。チート級なバケツです。で、こちらなんですけど、ただの雑草じゃなかったです。やっぱり小麦でした。こんな感じに小麦ができます。これですね、小麦。また植えておきます。で、すごい柵で取り囲んでるんですけど、で、農作業にね、集中したら、いきなりクリーパーが現れて爆発したんですよ。この辺ね、ドカーンと穴が開いちゃってね、めんどくさいことになったので、そういうことが二度とないように柵を作りました。で、こちらには馬がいます。たまたま入ってきたんでね、閉じ込めちゃいました。そんでもってね、小麦を与えたら懐きました。ただね、蔵がないんで操ることができないです。乗っかってるだけです。そんでもって蔵の入手がなかなかに大変そうなんですよね。これですね、蔵。いずれはゲットしたいとこです。まだ自動化には至ってません。まずはね、普通にやっていきましょう。まだこの状態が楽しいです。で、最終的にね、めんどくせえってなったら自動化するかもしれないです。この収穫がなかなか難しくて、中途半端な状態で収穫すると小麦が収穫できません。これはもう収穫できるかな？うん、できますね。この辺は OK でしょう。このちょっと緑色入ってるのはダメです。また植えておきます。そうそう、サトウキビの成長なんですけど、松明は必要ないみたいですね。動画見たんですけど、真っ暗な密閉された状態でも育ってました。まあ、いろいろ分かってきますね。ほんとね、一時すごい敵が増えたんですよね。単なる作業だからと思って安心したらすごい周りを取り囲まれてました。あれは何だったんだろうか。だんだんね、拠点が大きくなってきたので潰しに来たのかもしれません。なこったんない。というわけで、だんだん軌道に乗ってきた感じです。これからもまったりマイクラ進みます。ではまた別の動画でお会いしましょう。アデュー。